はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。ルーメイトの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで、今回なんですけども、はい、何でしょう。まあね、もう年末、うん、もういよいよ大晦日も来るということで、早いっすね。早い、もう今年1年を振り返りまして、そして来年をどうするかという、まあ、ありきたりなことを、うん、ベタ中のだいたいみんながやることをやろうかなと思ってベタ中のベタですね。今年1年は早かったね。去年以上に早ないです。うん、めちゃくちゃ早くて、ね、年々こう年取るごとに時間っていうのは早くなっていくんやなと思うんですよ。いやー、なんだろう、ほんま感覚的についこの間鳥羽の水族館で行って初詣して、はしゃいでませんでしたっけ、うん、いう話っすよね。ちょっと自分でも恐ろしいな思うて。一応今年もそれと同じようになると思うんですけど、はい、年末年始はね、同じコースをたどるという感じですか。なんでか毎年年末年始ランさんと俺とで過ごしてるっていうね、この変な感じ、変な感じ、あんま変な感じですよ。まあ配信はしますけども、まあ伝統と配信はしますけど、そうですね。まあでも1年早かったな。今年の1年はどうやったかな。でもどうでした、ワンマンライブもできたし、なんか、ね、充実はしてましたね、すごい、うんうんうん、もちろん来年はこれよりさらにこう充実するようなことを、ね、まあ同じではいかんので、うん、まあまあね、あ、もうちょっとこう頑張らなあかんなっていうのはあるんですけど、まあ、チャンネル登録数も今 1.82 万人やから、82万人ですか、うん、まあ、1万8000人だいたい ね、 1年間で1万人増えてる感じですかね。おー、うん、そんな感じですね。おー、やばいですね、うん。だから来年がもうちょっとバズってくれたらいいねんけどなーって言って、いや実はちょっと考えてるんですよ、いろいろ。ほう、作戦を練ってますんでね。ほう、あんだけ急に伸びられても困るって言うときながらの、まあまあちょっと、ね、バズらせようかな、ちょっと年に1回2回ぐらいはこうやっとかんとあかんなっていうふうになって、うん、なるほどなるほど、うん、まあそういうのも考えつつ、うん、まあ、1年は早いなと思いながら、なんかね、いろいろやってきました。ワンマンライブはもちろんですけども、ね、まあ、五郎さんに会ってきたりとか、そんなもあったし、あ、そうそう、その、麻婆さんにも会いに行きましたね。そうですよ。田中正幸さんね、クリスタルキングの。あれ、東京まで行きました。3月ですよ。もうだから、結構前ですよ。そうですよ、私。9ヶ月前ですよ。どえらい誕生日プレゼントやわ、言うた記憶ありますもん。そう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 。3月あれ良かったね。でもタイミング的にちょうどほんまランさんの誕生日、まあ、ちょっと後やったけど、ちょっと後やったんですけど、いや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 、もうこれ以上もうあらへんでいう感じやったんで、ね、私ことがあったな、はい、そういや、そうですよ。あれがもう、え、つい最近のような気がするんですよね。え、だいぶ前みたいなね。なんかつい最近俺その動画を編集したような気がするんだけど、ね、もう1年っていうか9ヶ月とからなってるわけやから、時が経つのは早い早い。で、愛媛行ったうんぬん言うのも、うんうんうん、もう半年前やからね。え、うん、あれ7月でしょ。びっくりですわ、私7月愛媛行って、ひろみさんと五郎さんとさ、そうですよ、感覚的に先月ぐらいの感覚です、私。そう、早すぎやしないですか。だから本当にもうこの1年1年大事に生きていかない、俺55で死ぬから。いや、まあ、また言うてる、55で死ぬ。1年1年めっちゃちゃんとやらなあかんわと思う。でもなんか一瞬ですよね、そう考えたら。もう1年はもちろんのこと、うん、これ5年も10年も一瞬ちゃうかってちょっと思い始めてるんですよ、私自身。こんなに早くに1年するから。でもね、それね、僕の感覚から言うと、うん、10年めっちゃ早い。うん、だって僕がだってそのランさんと会った頃がちょうどランさんの年の時やからさ。あ、そうですね、10年前、ね、10年前ですから、ね、まあ、あれが10年前、つい最近のような気がするし、でも1年っていうかもう10年が早くなるっていうか、年々早くなるかなとは思うね。若い頃って10年って結構長いなと思っとったんやけど、まあ、そうですね、なんか10代20代の時は長いなーいう感じだったんですけど ね、不思議なもんで、大人になると早いっていうのはあって、まあ、今年は、まあ、今年なり、今年は今年でまたその、もその前年よりもいいことはできたんで、うん、来年またさらにね、またさらにこう、まあ、ちょっとステップアップして、ね、今年よりステップアップしていいことができたらいいなと思って、はい、まあ、もちろん YouTube もそうですけども、まあ、YouTube もね、まあ、もう開局当初からね、見ていただいている方もありがたいですし、新規の方もね、最近ちょこちょこまた新規の方、いろいろコメントいただいたりするんで、それも嬉しいなと思いつつ。ありがとうございます。まあ、それも YouTube はね、でも頑張らんとな。この YouTube は絶対落としたらあかんからね。これ落とすとね、全部落ちるんすよ、多分。まあ、この
動が全て落ちるいうことですね。そう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 、はい、バンド活動も落ちるやろうし、うん、で見栄えが変わるやんか、その落ちてる人間になっちゃうから。そうですよね、落ちてる、結構大変よ落ちてるやつで現状維持っていうのも意外と大変、ね、いや現状維持、うん、でむずいっすよ、で常に工夫してなあかんね、ね、だ常に常に工夫して勉強しとかんとあかんくて、それなんでかっていうとライバルがいっぱいおって、ね、YouTube ってもう今いろんな人芸能人も参入してきてるから、ね、もうほんとパイの取り合いになってるから、ね、そこでこう現状維持するだけでも結構大変やから、うん、うん、かつそこをちょっと伸ばしていかなあかんっていうのがあるからね、激ムズですね、激ムズですよ、激ムズで、いや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 、そんな感じでやってますけども、来年は来年でまあね、はい、いきなりこうしょっぱながら東京でライブ、東京でのワンマンライブでございますよ、だいぶ先の話やな思ってたんですけど、もう目前に迫ってきてますよ、だから早いやろ、ね、あっちゅうま発表してからもう3ヶ月経って思って、俺も早どうしようとか思って、なんか気だけが焦るみたいな、どないしようって、なんか焦ったところで何もならないんですけど、でもなんか焦るみたいな、大丈夫かな、どないしよう、いやでもラオさんも直前になってやるタイプやからな、まあでも私もねコツコツができないんですよね、ためた宿題一気にやるタイプやろ、そう一気にやるタイプですね、俺はね今回その時間がまず作れるかどうか分からへんから、とりあえず日々空いた時間にやっとかんと、ね、今回はやばいぞってなってちょこちょこでやってんねんけどな、はいはいはい、もう常に家でこう編集しながらでもこうギター触ってる状態にしてんねん今、ははは、なるほど、リハビリというか、ほうほうほう、うん、そういう状態にしてちょっといつでもこうここのちょっとね筋肉を和らげるというか、慣れさすというか、あ、そっか、ここ使うんか、これやるときに、うん、そうなるほどね、こことかね、うん、指の柔らかさとかストレッチとかがやっぱり硬くなっとるから動かさんかったらね、そこをちょっともやっぱり戻しとかんとあかんなっていうのがあって、結構もう常に触ってる状態ですね、そうしとこうと思って、ねうん、そうしとかんとやっぱりこうなんかいざ中的にこうできへんくなっちゃうんで、そういうね日々やるようにしてますね僕は、だからもう時間割を1日作らないの無理になってきてね、もう仕事もするやんか俺、はいはいはい、で最近ちょっと年末でまた忙しいのよ、いろんなことが、はい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 、でそれもあるし、その YouTube 編集せなあかんし、うん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 、ギターも触らなあかんしとか言って、うん、だから何時から何時まではこれっていう時間割を決めとかんと、もう決めないとあかんねんな、じゃないと時間足らない、うん、もう空いた時にやろうとか無理になってきたから、もうだからそういう風にしてますね僕は、もう強制的にここから何時から何時まではこの時間っていうのを決めて、でなおかつその YouTube を勉強する時間っていうのも絶対1日1時間は取ってるんで、まあそういうふうにも1日に時間割りしつつやるっていう、まあね大変です、なんか年末ってやっぱりみんなバタバタするんでね、なんなんですかねこの年末って、なんで忙しくなるんやろ、ね、まあね年を無事越すためにみんな必死なんじゃないですか、なんか何回私も忙しいんですよ12月入ってから、うんうん、だからでも仕事をサラリーマンしてる人はそうよ、だいたい会社が忙しくなるもんだって、そう、いそするみたいな感じでね、うん、俺らとかサラリーマンじゃないんやけど、やっぱり周りがこういろいろ動き出すから、まあまあしゃあないな、やらなしゃあないなみたいな、まあ断ってもええけど断らんと、はい、まあまあせっかくやしいうことで、はい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 、ね仕事しますけど、うん、あんまり仕事したくないんで僕ね、できれば働きたくないって常に言ってますよ、できれば働きたくないって、若い時に散々働いたからな、もう本当体言わすぐらい働いたんで、ね、若い時に、あんま仕事したくないんですけど、まあまあしゃあないなと思いつつ、皆さんどうでしょうかね、12月っていうのはやっぱりこう忙しいもんなんでしょうかね、世の中のまあ9割ぐらいの方が年末忙しいなって言うてはりますよ、まあでもボーナス出る会社もありますし、そうですよ、出ない会社もありますし、これ半々ぐらいかな今な、そうなんですかね、でもやっぱりまあボーナス出る時期とかになると、うん、やっぱり街中ごっつい人なんですよ、特に週末土日、うん、私まあ普通に土日も仕事なんですけど、うん、電車乗るやないですか、うんうんうん、もう毎週土日がもうすし詰め、うんうんうん、電車こんなに人出るんですかみたいな、うんうんうん、でも街中出てもう人混みまみれで、うんうんうん、みんななんかもう大きい紙袋持ってるみたいな感じで、まあ年末ってイベント多いじゃないですか、ねね、
クリスマスあるし、クリスマスもなんかかぶってやろうかなと思ったんやけど、よう考えたらもうクリスマスまで今日しか撮影日ないわと思って、はい、そうなんですよ、だから、ね、思い切り忘れたわ、イベントごとも普通ですけどね、今日、はい、何もできませんけれどもそこはご了承いただきまして、クリスマスあるし年末あるしということで、ね、で今はもう大体どこのなんかスーパーなんやかんや行っても、ね、ほとんどクリスマス商品ばかり売ってるんですよ、うんうん、いやでも今年は3年ぶりにイベントがどうのこうのっていうのがめっちゃ多いじゃないですか、まあね、それもあって、うんうん、もう人がみんなもううわーって動き出してるみたいな感じで、うん、まあまあ別に悪いことではないんですけど、うん、ああ年末ってなんか人も多いし世話しないし忙しいなみたいな感じで、クリスマスはこの動画出てる頃にはハプハプもう行ったとかもしれないけど、ジュリーの映画行こうかって言ってるとは思います、はい、はいはい、そうですね、ひょっとしたら俺一人で配信してるかもしれないですぼっち配信だからランさん両方デート歩いてたからデートちゃいますよ友達と、いやデートにしときいやおもろいやんいやないですよ、友達とクリスマスパーティーでございますな、俺いやクリスマスどうしようかなと思って、はい、それ見て夜なんか食べようかなと思って、まあ、この人用事歩いたからじゃあ一人でなんか配信しようかなとか思って、あの寒空の下でやるんですか、だからどこでひょっとしたらなんかどっか行ってるかもしれない、はい、旅に一人旅に出てるかもしれない、旅に出ようですね、前でも面白かった東京行った時に俺下見行った時に東京のホテルで配信してて、はい、もう散々酒飲んだ後に配信しててんけどあれ楽しくてねあれやってて散々酒飲んで珍しいっすね散々酒飲んで一人ってその暇やんか、あ暇ですね、いやでも東京のその知り合いの女の子と飲んでたんですよ友達とね、で飲んでて、でまあまあ早めの9時か10時ぐらいに終わって、はい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 、ホテル帰りやんか、はいはい、暇やなと思って、あこれがあったわと思ってピチョッとつけて、でちょうどあのひろゆき配信の角度でこっから、そうそうそう、ひろゆきと同じこっから狙ってあこれなんか楽しいなとか思いながら、パソコンの横を見ながらすごかったよしてるかもしれんし、そのまま平行で寝てるかもしれないですけどもね、はい、まあでも年末年始はその正月の配信があるんで、まあ伊勢まで行くという、まあクソ寒いで、いや寒いですよ、だって年末年始ごっつい寒気が来るらしいっすよ、大雪注意って書いてあったんで、まあ今年の正月も寒かったじゃないですか、うん、寒かった、来年もクソ寒い思います、ちょっと考えて年末年始これやめた方がええんちゃうかなとか思いつつ考えててやから、ランさんちょっと体調悪いでだからこれ年末年始やってこれライブ影響したらなんかどうしようかなとかといろいろ考えてんけど、いやそれに向けて私コウさんがずっと言ってるパッチ買いましたよ、パッチやろ、ええ、うん、パッチ買いましたよ、もうほんまスキーウェア着ていけこれ、ええそんだけ寒いかな、一人でスキーウェア、そうそう、僕はこのやつ着ておかしいでしょござーんよね、こんなんで俺ね、寒さは寒いねんけど、その寒さで体調悪くなるってあんまないねんな、まあ、基本的にあったかい、燃焼能力があるから、うん、私は自家発電がなかなか難しい人なんで、手袋さえしてたらもう手が冬でも暑いね、歩いてたらね、うん、歩いたらとりあえず発熱するから、うん、いやでも寒いな思って私走ったらいいんですよ、うん、走ったら抜くのあるんで走るうわーってなあ、それでまた体力使ってな、体壊されても困るしなまあでも基本なんで旅行行ったら体調崩すかっていうと、うん、寝れないからです、うん、睡眠不足からくる体調不良が結構大きいんで、真っ暗が変わると寝れなくて私自身、うんうんうん、だから今回はちゃんと寝れるように睡眠導入剤をね持って行って、うんうんうん、ちゃんと寝るっていう風にしたらまあまあ大丈夫やろうっていうので対策はちょっとで、R1 もこさえて、 R1 です、 R1 こさえて持って行って、ええ、食べて、こさえて食べて食べてってか、もう飲む方ですけど私飲んで、ほんでもう備えると、もう今年はね R1 が横についておりますので、私そんな過信しても分かるそんな神じゃないか、いや R1 が横についております神ではないかなまあ健康に気をつけてね、まあ、1月は過ごさんとあかんから、1月はほんまに、まあ、言うたら撮影後の飲みももうせえへんで、いやもうしないしないし、ソフトドリンクでもう定食食べるぐらい、撮影後、もうそれぐらいちょっと頑張る、そら気にしてもらえない、俺飲むけどな俺飲むの平気やからないや目の前で飲むやつ私も飲みますよそんなん、あかんで、あんたあかんで言うて俺だけ一人でえーって飲んで、いやそれは性格悪いよ性格悪いよ
いや、そんな、せえへんね、そんな、そんな、えげついことは。まあでも、それぐらいで体調整えて、あれやな、練習もちょっと1月、ラグさんと俺と個人的に入らなあかんかもしれへんな。今、オケ作ってんねやんか、その、前の、はいはいはい、あれの、カラオケ作って、うん、で、スタジオ行ってさ、うん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 、できるようにして、もう、休みはほぼ返上してもらうのは、しゃあない、あれ。そらそうですどっかで練習入れなあかんし、撮影もなるべくこうあんまりこう負担かからんようにしてっていうふうに、うん、1月はね、うん、もうライブ終わるまではもう本当にでライブ終わってから新年会しようぜ、ね、ほんまですねメンバーみんな集めてそうメンバー終わったらもう何したかってよろしいじゃないですか死んでくれておかねえ何したかって、いやもうこほんまに今回のもっとちったらもう私もう生きてけへんっていう感じになるんでそうだからもうライブ終わってからもうみんなで、ね、忘年会はやれへんから、ね、今年は忘年会やらない で、ね、まあまあずっとやってないねんけど、うんうんまあ、新年会いうことで、ね、終わってからみんなだからメンバーと一緒にこうなんかどっか借りて鍋つつくでもええしさ、なんかそんなしたいな、ねね、ちょっと配信もしながらとかやりたいなと思ってるんですよ ね、うん、ねちょっと2月に向けてちょっと自粛をしてねそうだからだいぶ指カチカチなんだけどねおだいぶ、まあ、やらんかったら柔らかになりますもんね、うん、ここねギターうまなってきてギターうまなってうまなってきてでもガチでほんまにちゃんとリハビリが表現がちゃんと戻ったじゃなくて上手なってきたなんですねててこういう表現するのは私ですから交互期待でございますまあでも本当にこの1年早くてもういろいろね、ライブもたくさん行ったしそうですねうんなんかご本人シリーズも そうです2回ぐらいあったしあじゃあ3回あったんや、ねだからあの盛りだくさんすぎて余計に去年より1年早いんだろうなと思って、うん、でもいいことやと思うけどな、うん、そのやることがあって、ね、それをやって早いんだから、うん、ね、うんうん、だから最近1日も早いもん、うん、もうあっちゅうですよね、はいうん、起きたらもう寝なあかんみたいな感じですもん私、うんうん、なんでこんな日暮れんの早いんやろうって毎日思いながら生きてるんで、うん、まあでもな、ね、でも、ね、こんだけ早いんで来年もまあ僕は行き急いで行こうかなと思います。行き急いで張りますので、ね、はい、ね、体力続く限りは、うんうん、まあそんな感じでね。まあでも1年もうだから来年になるとランさんの誕生日が3月になるから、うん、もうその頃には YouTube 始めて3年経ちましたって言うんだから。そうですね。ちょうどだってコロナと同時やから、ね、コロナと同い年ですからこの YouTube チャンネル。そうですね。そうですね。だから。もう3年経ちましたほんでその3年前から見てる人もいたりとか、ねうん、するしなんかちょっと感慨深いなっていうのがあって、ね、これがまた5年経ちましたとかいうようなのなんのんかなみたいなね不思議な感覚ではありますねまあでも一つ思うのが3年もよう毎日更新しとんなこいつらって絶対思うでしょずっと3年間やってきたもんな、まあでもそのコツコツがあるからこういろんなバンバンができたりとか、まあ、いろんな事件が起こったりするわけですよ、まあ、まあまあそうですよねもうこれほんま俺いつも言うてるんねんけどコツコツやるからそういうことができるんですよね、うん、でみんな大体ミュージシャンってこうライブ前にしかやれへんやんまあまあそうですねライブ前に急に告知で毎日1ヶ月間毎日頑張りますとか、ねはいはい、いやいや普段から頑張れよってなるわけよ普段から頑張るからそこでこう積み上がってきて、ねファンが増えたりするわけやんかそこをね勘違いしたらいかんねんけどもね、まあ、僕はあの意外とその毎日コツコツやるの、まあ、どっちかと得意やねんなって自分で思ったな、うんうん、私はもう途中で飽きてやらへん人なんで超マメやから俺ね、うん、もうなんか自分の好きなことにはすごいマメ興味のないことは全くやらないから、うんうん、もうそういうなんかもうメリハリというかメリハリ言うんかこれでもなんかもう好き嫌いが激しいいうことでそれ激しいなこれ年いって余計にっていうかなんやろなその普通の人になろうと昔はしてたんよ昔はね若い時はあ、うん、なんか世間一般会社員になって、うん、ちゃんと家庭持ってちゃんと平和に暮らそうと思っててんけど無理向いてへんかった向いてないわと思ってもうこれどうしようもないわと思ってもうどう頑張ってもはみ出るみたいな感じでしょ、うん、やっぱり自分の性格に嘘ついては生きれんなと思ってん本
どんどんなんかいろいろ歪みが出てきますよね、そんなするとね。そうそうそう、結局おかしなっていくねんな、ね、それやると、ね、自分のその気持ちとか、ね、やりたいこととか、その自分の性格とか、ね、でそれに反対して生きてるとやっぱりどっかおかしくなるよね、心か体どっちかがちょっと歪んできますよね、うん、歪んでくる。いやほんまにほんまに、だからもうそれが40超えてから、ね、ああもう俺そういうの無理な人やなっていうのが分かったから、もう好きなことしようと思って、もう何を言われようが、ね、だから現在に至るですよね、うん、ね、そう、ね、現在に至る、現在に至るですよ、55まで。まあ、あのしばらく55で死ぬっていう発言が多々見られると思いますけれども、温かい目で見守っていただければと思います。ということで55歳楽しみにしておいてください、はい、あと9年ぐらいです。あと9年ちゃんとこいつは死ぬやろか言うて、ちゃんと死にようかなと思っておいてください。まあそんなことで、はい、まあ今年も皆様、あ、本当視聴者の皆様もお世話になりますということで、大変お世話になります。本当に一番お世話になってますからね。そうでございますよ、本当にね。この方たちがいなければ、はい、この YouTube もないし、はい、ワンマンもできないし、そうです、コンサート行ってご本人にお会いすることもなかったんですから、ね、全てここのその下支えがあるからできたって、はい、これほんまにね、あのええこと言うてるように、見えると思うんですけども、これでも論理的にそうやね、うん、うん、そうですよね、うん、それがなかったら無理なことや、うん、そもそもですよ、そうそうそう、これは本当理屈でそうなんですよ、はいはいはい、まあ、そんな感じで、まあ、来年もよろしくお願いしますということ で、ね、まあ、はい、変わらずこのままこんな感じで、そうです、いつも通りやっていきます、はい、何も変われへんけども、愛も変わらずで、はい、はい、ということでね、はい、今年1年をちょっと振り返ってっていう動画になりました、はいはい、ということでこれぐらいして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てやありがとうございます。はい、来年2023年2月4日土曜日、はい、なんと我々ルームさんが東京銀座でワンマンライブをすることになりました、はい、チケット発売中ですので、はい、よろしくお願いします。